はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はギレンの野望ジョーの系譜ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はキリマンジャロ基地を攻略の末、地球侵攻作戦の初期目標を達成したというイベントと、その後連邦軍の V 作戦をキャッチしてシャアをサイドセブンへ送るというイベントまで見ていきました。今回その続きになります。まずはキリマンジャロ基地なんですけども、ここからシャアがいなくなってると思いますので、部隊の補充を行った後ですね、そうだな、北京攻略作戦発動可能な状態になってますので、北京攻略のですね、下準備のためにロシアを再び中国方面へと向かっていきましょう。補充はとりあえず後回しにして先に移動をかけていきます。今ちょうどご覧いただいているような勢力図になってます。で、こっからはですね、オデッサから陸路で北京を目指していくので、ロシア大陸を、まあ、ユーラシア大陸ですね、ユーラシア大陸を中国方面へと、まあ、えちらおちら進んでいくという、そういうね、軍の動きになります。で、ここにはランバラル3連星、あとキシリアも下ろして、地球に下ろして、この指揮をね、取ってもらえればいいのかなというふうに思っています。まあ、ある程度、兵力を集中運用していきたいので、まあ、逆に防衛するところについてはですね、まあ、やや不利になる部分もあるので、まあ、うまくですね、攻めと守りと攻守を、まあ、変えながら戦っていければいいのかなというふうに思っています。では攻略戦進めていきましょう。ちなみにギャロップにはですね、ハモンさんに乗ってもらいました。連邦軍はガンタンクの生産を開始したとはいえ、まだ、ザク2の陸戦型、まあ、J タイプで戦力的な優位は保てている状態にはなっていると思いますので、遅れをね、挽回するために一気に多方面にザクを展開していこうと思うんですけども、まあ、その中でも北京方面を中心にやっぱり派遣していきたいので、このユーラシア大陸をね、渡っていきつつ、特にお金をね、回収するためにしっかりと進軍、軍の展開を進めていきたいと思います。敵の数決して多くはない。キシリアもね、パッドアンクルに乗ってもらってますからね、まあ、本当だったらね、あのガウ攻撃空母とかに乗ってもらいたいなと思うんですけど、ガウはまだ生産に乗っていない、開発前の状態なので、まあ、ガウを開発する余裕がどこまであるかっていうのをね、ちょっと見極めながら進めていきたいと思います。敵の戦力もこれまでだ。緊急連絡です。シャアからですね。閣下、連邦の V 作戦モビルスーツの開発、それに伴う新造戦艦を同時にキャッチしたのであります。情報収集に向かった我が隊のザクがサイドセブン内で連邦のモビルスーツと交戦になり、連邦のたった1機のモビルスーツのためにザク2機を失いました。脱出した部下が持ち帰った映像があります。部下の話では、連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。この後、シャアから補給要請が来た時がね、重要だと思いますので、その選択肢しっかり見ていきましょう。V 作戦を捕まえた。補給部隊を派遣して調査を続行させよう。これです、補給部隊。これつまりガーデムのことになるんですけども、これにはノーを選択します。相手は V 作戦だ。いかに赤い彗星でも補給なしで戦えるとは思えん。それでもやれというのか。仕方がありません、やってみます。しかしミスミス部下を危険にさらすことはできません。
ドレン、デニム、ジーン、スレンダーの4人は帰還させます。兄貴、赤い彗星が V 作戦にやられた。これでシャアが一時的に戦線を離脱しますが、後に復帰してくれますので、このまま放置しましょう。シャアが戻ってくるまでの間はランバラルとかね、残ってる部隊に頑張ってもらいたいと思います。でようやくズゴックが開発できる状態になっていると思いますので、ズゴックの開発はしっかり進めてですね、ズゴックを開発した後にさらにハワイ攻略のために潜水艦もねいくつか作っておきたいかなというふうに思います。いや、お金が本当にないんですよね。まあ、金をどうやって工面するかというのと、あとはまあ各戦線、まあ、厳しいは厳しい、いい戦いが続いては、まあ、いるというのもありますので、まあ、なんとかね、耐えてモービルスーツの量産体制が整うのを待ちましょうか。アフリカキリマンジャロの方もちょっと厳しくなってきてるので、ここはモビルスーツを作りましょう。で、北京への進行戦については今のところですが順調に来てます。このままね、部隊を東へ東へと進めていきましょう。今回は生産をキリマンジャロで行います。ザクスの J 型で、あとはズゴックのね生産にお金を使っていきましょう。新兵器開発ズゴックで、中国大陸、まあ、特にね北京の攻略に向けて今メインの作戦を進行中ですけども、まあアラスカとかね今ご覧いただいているところの攻略戦も進めてまして、こういうところ地道にとってですね、収入と生産力、これのね底上げというのをちょっとやっていければいいのかなというふうに思ってますので、ここもね抜かりなくやっていきたいと思います。はい、こっからはですねガルマが木馬を北米で迎え撃つというイベントに入っていきそうです。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。グフの生産が可能な状態になっています。開発プラン、これも確認しましょうか。新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。これはグフですね、まあ、いわゆるグフだと思います。先行型、試作型グフではなくて、まあ、量産型のグフですね。あ、アッザムか。アッザムもようやく生産可能な状態になったわけだな。これは生産していきたいですよね。でまずは諜報部に予算を入れて、で開発としてはなんとかしてズゴックの開発ですね、これを行っていきましょう。ターン数倍額投資する余裕がなさすぎる。苦しいですよね。ちび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 っとここも研究費にお金を割いて、あとは我慢します。いよいよ連邦の方ですが、ガンタンクに続いてガンキャノンも戦線に投入してきましたね。まあ、ガンダムあるいはジムが出てくるのももう時間の問題かなと思います。で一方我々の方はまだドームに行き着いていない状態になってまして、この先はですね今ズゴックこれの開発中、生産にはまだこぎつけていないというところなんで、まあ、ドームの、ね、開発を急ぎたいなと思います。あとはランバラルを派遣することがそもそもできない、まあ、ドムの開発が間に合わないっていう状態になってますので、そのあたりもね、
ちょっと考慮には入れておきたいというふうに思います。ガイアが撃破されるか、これがガンキャノンの強さだな。舐めるわけにはいかんようだ。まあ、できればガイアなんかはね、土台と今合体してる状態ですけど、分離して格闘が行える状態にしておくのが一番いいんですけど、ここ山岳地帯になってるんで、やっぱりね土台を使って移動する方が圧倒的に効率が良かったという、まあ事情もあって、このまま突撃をかけてしまっているというところですね。ここはもう残り攻撃をして倒していっちゃいましょう。まあ、ガイア抜きで、果たして北京が攻略できるかどうかっていうところかな。まあ、できれば北京は攻略するところで、まあ、戦力をねあまり失わずにやりくりをしたいなと思っていたところではあるので、まあ、ガイア抜けてしまった穴をオルテガあたりにしっかりね、埋めてもらいたいなと思います。これガンキャノンのガンタンク2機同時に倒したので、コアファイターが2機生まれ出てますね。まあ、これも本当に、まあ、我々からすると泣かせる仕様ですよね。ガルマからの緊急連絡。回線を回します。申し訳ありません、ジオン地上軍は木馬に敗北しました。連邦のモビルスーツの性能は予想以上です、はい、とはいえマップを見る限りガルマの支配地であった北米大陸はまだ、我々の勢力圏内になってますね。今この状態を維持したまま北京攻略作戦を発動しましょう。これより我が軍は北京攻略作戦を開始する。目標は東アジア、北京だ。ドムの開発に向けて、期待する。これで資金を投入してモビルスーツ技術レベル8に持ってきたので、次のターンでドムの開発が提案されると思います。ドムの開発には倍額投資したいのでお金を貯めておきましょう。では部隊を。いよいよ。北京へと投入していきます。お金がないな。マゼラタック1個だけ残しときますか。ここは補給のラインを、まあ、切られないようにという目的ですね。ではここからは北京の攻略戦ですね。まずは敵の戦力確認して、敵エリアに侵入しました。突入させていく必要がありますが、攻略戦を開始します。敵は数は多くなさそうですね。もう30ターンを超えているので、まあ、それなりの戦力いてもおかしくないかなと思ったんですが、数は多くなさそうなので、これは一気に攻略しましょう。まあ、数が多い場合にはね、補給のラインをつなげながらという戦いも検討する必要があったのかなと思うんですけども、今ご覧いただいた通り、敵の数、決して多くはなさそうなので、もうこのまま一気に攻めていきましょう。軍人の今年の、ね、年末年始は本当にね、コロナウイルスの影響もあって人の往来もだいぶ減るんだろうなと思うんですけど、毎年予備校のね集まりをやっていて、関東圏の方はご存知だと思うんですけど、一新っていうね予備校があって、同じ高校から同じ予備校に通ってた人をたちが結構仲良く続いてまして、お正月とお盆に、まあ、一新飲み会と称して毎年年2回集まってるんですけど、今年はね、まあ、お盆は、まあ、コロナウイルスの影響なんかもあったりして、まあ、開催されず、この冬もねもしかしたら難しいのかなと思うんですけど、まあ、そういう身近なところでもやっぱりイベントというか飲み会というかそういうものが減ってきてるんで、どうなんでしょうね。大きなお世話だと思うんですけど、合コンとかね、今あるんですかね。僕が、まあ、大学生とか、まあ、社会人のね、若い頃は、結構合コンとかって、まあ、数多くあったんですけど、今のね、人たちは合コンとかってあるのかな。
まあね、あるんだったらいいですけど、で、影響いろいろあって、そういう飲み会とかも、まあある意味ではしづらいような状況に多分なってるのかなと思うんですよね。まあ年末年始に限らず1年間、丸1年間本当にタイに今年は行けなかったですしね。この野郎、俺に歯向かおってんのか。2、3年前一番タイ行ってた頃は毎月行きましたからね。年に13回タイに行ったというのが一番行った記録になるんですけど、それから考えると全く行かなくなっちゃったんだなあっていうね感じはしますが、さあここで北京の攻略完了しています。報告します。我が軍は敵特別エリアを制圧に成功しました。ハワイ攻略戦始めていきたいなと思うし、次はマドラスの攻略戦ですね。オデッサ及び北京の制圧によりインド方面への進路の確保に成功しました。これによってインド東部に位置するマドラス基地を攻略することが可能です。マドラス攻略作戦を提案します。さあドームですね。ドーム開発部より新兵器の開発プランが提案されました。欲しくてたまらなかったんで、開発部の提案をご覧になりますか。楽しみですね。はい、では北京の基地攻略完了し、新型モビルスーツドーム、これのね開発可能なところになりましたので、今回はね一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。忘れないうちにドムだけ売学投資まで済ませます。こんな感じですね。4ターン後に、ドムが戦線に投入できるという状態になりました。